幻想曲に単調計397、3 8 5ムは、ボルフガングアマデウス・モーツァルトが作曲したピアノのための幻想曲。この作品は1782年にウィーンで作曲されたものと考えられている。この年にモーツァルトは結婚し、また、オペラ、高級からの誘拐の成功にも恵まれた。本作は、独立した楽曲として構想されたわけではなく、 二丁丁のピアノソナタが続くことを想定して作品として書かれたものではないかと考えられる。様式的には CPE、バッハのファンタジアに対する意識が感じられる。本作の集結部分は作曲者自身の手では完成されておらず、自筆譜も散逸してしまっている。現在伝わる曲の最後の10小節は、モーツァルトを称賛していたアウグストエベルハルト、 ミュラーによって書き加えられたものであると見られている。曲はバロック音楽を思わせるようなアルペッチョの連続に開始する。フェルマータで間を置いた後、アリアのような主題が奏でられる。フレイ1連続する2音に始まる中間学説を挟みフレイ1が繰り返されると、カデンツァ風のソークが挿入される。中間学説のみがそうされて、再びカデンツァのような動きがもたらされてから、 もう一度フレイ1が奏でられる。次に、アレグレット、二丁丁、二、四拍子へと転じ、愛らしく無垢な旋律が現れる。フレイに今一度32分音符のパッセージが入り、フレイ2が回帰するとフェルマータ付きの給付が置かれ、最後の10小節は音量を高めながら簡潔に曲を結んでいる。ありがとうございます。